さて始まりました。何も変哲もない、ただの段ボールですと思いきや、これはこれを開けるとですね、中からなんとコリントゲームの仕掛けになっているというわけですね。これはね、驚きでございます。さてさて、どうやって遊ぶかは皆さんご存知でしょう。コロコロ転がしてコリントゲームです。そしてこれは昨日山で拾ってきたどんぐりくんです。まあ、これをね、子供たちがここから転がしてどこに入るかなっていうゲームです。こんな感じで、まあ、ちょっと今ね、傘がついてるんで不思議な動きになるんですけど、コロ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 っと箱に入ればゴールって感じですね。でこんな感じで遊べるポイントゲームですね。まあこれをまあね、子供と、保育園の子供とやっていきたいわけですよ。で使い終わったらですね、なんと見事にコンパクトに収納できるわけですね。これがまた面白いことにですね、なんと見事にコンパクトに収納ができるんです。これすごいでしょう。見事に綺麗に収納ができて、お片付けもバッチリという感じでございます。こんなです。